お兄ちゃん、お兄ちゃん。どうした？芋臭い妹よ。お姉ちゃんは、どうして頭にカニがいるの？お前の目は死穴か。これは紅葉だ。死穴はお前だ。人気投票連続1位の白玄凛夢さん、元気してる？あんた誰？ガーン、あんたみたいな人気者になりたいんだ。どうすればいいかな。ユニバガビーン。芋臭い妹よ、どうしていつも裸足なの？それは、みなぎる大地のパワーを全身で感じるためさ。じゃ、全部脱いせば。お兄ちゃんのパワー！私が悪いことをした。次に直して、どうする？いや。悪かった、ここは。許した。憧れることは一時的に青春の思いが待っているそういうけど、一日のうちに明けたせいになったら素敵よね。ええー、なー、なんかあった。台風で稲が全滅だ。もうダメだ、今年の冬は乗り切れない。諦めんな人間ども。ダメだお前は。くちゃ、長らくのものでもないが、誰だと光では答えてやる。人々は稲咲く肌咲く影から見守る一周間に囲われ、あっちに乗り切る。まさか王城の神様。いかにも稲はまだ死んじゃいない、丈夫に実りかかってる。だがこの被害では、この被害やってダメなら諦めろ。だが何もするまま諦めろ。脱ぎ捨てした原因を無理やり包丁にした妹は必死になった。息ができない。不透明度が 50% くらいね。進行するのに無茶するから。人々も家も見たせずして、何が神か。おい、聞いたか。みのり子様が禁止だそうだ。なんてこった。あの方は我々の恩人だぞ。お助けせねば。村に足を立てるんだ。炎だ。なんで？ん？何やら、体が軽い。それよかったわね。おう、これは。農民からの貢ぎ物よ。なんと。あなた、自分で思ってるよりも、愛されてるのよ。君を思ってる。だから
みのりこ様、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 収穫祭だ。みの